この時間は鹿島アントラーズ対札幌、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この選手は今とてもコンディションがいいと監督もコメントしていた通り、最近は著しく成長している様子が北澤さん、我々にも分かりますよね。そうですね、ここから数試合で間違いなく伸びる選手だと思いますね、うん、監督はそのチャンスを見極めて、はい、しっかり潰さないようにしてあげることがとても大切ですよね。そうですね、今日 4-4-2 のシステムで来ているんですが、北澤さん、はい、このサイドバック、これ重要な役割をこれは持ちますね。そうですね、はい、奪った後にどこまで高い位置を取れるかということになりますよね。そうなってくるとサイドの中盤との連携ということが重要になりますよね、はい、一番警戒しなければならない逆にこのシステムの弱みということはどういうところなんでしょうか。そうですね、どうしてもゾーンで見ることになるので、はい、サイドバックが出てって取られた時ですよね、うん、そのゾーンがうまく埋められないと失点をしてしまうというケースも出てきますからね、はい、ボールの失いどころ、これは非常に気をつけなければならない。そうですね、そこのトラジション移行のところでミスが出ると難しくなりますよね、はいはい、さあ前半見ていきましょう。鹿島アントラーズ対札幌、サイドをご紹介しましょう。右側が札幌、左側が鹿島アントラーズ。進藤、菅、鈴木、ここで前を向けるか。犬飼、町田、伊藤、柔らかいボール、シュート、シュート。シュート。いや、いい反応でしたね、北澤さん。いや、ファインセーブですよね、よく取りましたね、これ。金子、チャレンジはしません、後ろに流す。札幌、なかなか敵陣に入れません。深い、前半14分になろうというところ、鹿島は立ち上がりから積極的で決定的なシーンがありました。積極的に攻め込んでいる分少し攻勢に見えますけども、シュート、いや頼もしいですよね。これ止めちゃうわけですからね、まさに守護神ですよね。杉岡、素早いパスで攻め上がっていきます。裏を狙っていきます。シュート、札幌安全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどね。長いボール縦へ、この位置で受ける、裏へ届くか、ボールのチャンスだ、打つ、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。札幌、今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。今のはシュートミスでしたけどもね、簡単にやられすぎですよね。大きなピンチから目を覚ますことがあると思うので、ここからは集中してほしいですよね。裏を狙う、この位置で受ける、中に入れる、これは合わせたかったですよね。縦へ組み立てる、カウンターを仕掛けていきます。ジーコ、左上がっていきます。サイドを使います。
どうする、来た、抜けてくる、これはクリア。ボールを送ります。深い。金子。ボールがこのパス。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。犬飼。大きく縦へ。アンデルソン。ふわっと裏を狙う。このゲーム両チームここまでまだスコアレスの展開です。抜かせません。ジーコ、ドリブルで仕掛ける。札幌最終ラインまでボールを下げる。菅、縦へのボール、チェナティップ、荒野、ロングフィードで狙う。裏を狙っていきます。いいボールでしょう。ここは間合いを取る。ボールがつながる。クロスを選択。さあカウンタースピードを上げたいところ。前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。前半0対0。北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。鹿島としては素晴らしい立ち上がりを見せてきましたよね。結果的に得点にはつながりませんでしたけど、試合を作っていく上でのいいきっかけになりますから、当然後半も狙ってくるでしょうね。鹿島アントラーズ対札幌、スコアレスのまま後半へと続きます。セカンドハーフ見ていきましょう。鹿島としては攻撃の形はできてますから ね後半も続けていきたいでしょうね。はい、長いボールを送ります。ドルーズボール、スタート、うわー、この前日行われた試合の采配ですが、北澤さん、正直どうご覧になりました。まあ、あれは明らかに普段やらないような守り方で対応してしまったからですよね。結局うまくいかなかったですからね。もう一つ前に行きたい。これ入るか。縦にボールをつなぎます。カウンターを仕掛けます。さあ繋がるか、抜けてくる、どうだ、クロス、ジーコ、杉岡、溺れてルーズボール、シュート、さあどこに出してくる。両チーム同じタイミングで動いてきます。左へ預けて、もういいですね。中上げる、
ギムミンテ。そろそろここで決定的な得点、また何かアクションが欲しい両チームです。アンデルソン、さあカウンターのチャンスになります。このボールに触ります。杉岡、これは奪い返します。伊藤、足元大事に行きます。鹿島は交代枠を2つ残しています。チェックを受けながらのドリブル、アンデルソン、さあ一気にカウンター。白井、さあ残り15分、長いボール縦へ、大きく縦へ、伊藤へ、さあここでカウンター。菅、組み立てながら攻め上がっていく。パスでつないで攻め込んでいきます。鹿島、チャンスを演出できるか。速いパス回し、上げてくる、どうだ。札幌、ここは大きくクリア。危険なシーンでした。非常に持ち味を両チームとも発揮している試合になってましたね。長いボールを振ります。札幌、ここはクリアでピンチを出します。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。スルーパスを狙う、シュートレッジです。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。両チームともメンバー交代があるようです。ボールを早く上げたいところ、クロスを選択、ミートカット、コーナーキックのチャンスになります。ここはショート、伊藤へクロスが上がる、ヘッド、シュートを上げ、引いたところ、いやこのシュートは外れました。前線の枚数が生かされてませんよね、もったいないですよね。ここで笛です。0対0、鹿島勝ち点1をものにしました。さて北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。両チームともね、納得できてはいないと思うんですよね。もう少しやっぱり攻め切りたかったっていうところがあったと思うんですよね。